定評定額のののブロマイド追加購入じゃここれ出てないいがこの5人です対戦よろししくお願いしますやったオシタリウスさんが4人になった !1 枚ずつさ、1年かけてじっくり眺めたらさ、オリンピック儲くんだよ。あっという間じゃね一 <laughs> 人忘れてんで。あ、アニメーションもオシタリウスさんじゃないですか。5人だ、これで。<laughs> 鬼は外。服は内。オシタリウスさん、季節感ありますね。あとで、かっけん。イケメンってさ、スタイル良くて、首長いからさ、ここさ、首元さ、襟と襟と襟と襟みたいになってるのにさ、全然もたついてないもんね。すごいよ。これ私だったら、米髪まで埋まってるよ。<laughs> みなにかい,いあ、じゃんけん負けた。<laughs> あと人でどうぞ。<laughs> シシドいいよなこのさ、ちょっと笑顔になった時にさ、上のだけがこう、チラッと見える感じさ、マジわかるんだけど。<laughs> めっちゃシシドじゃん。だってさ、シシドの地で飼ってる犬さ、チーズね。チーズはさ、毎日この、この目線を浴びてるってことでしょやばいマジで。絶対50年ぐらいいけるシシド3枚嬉しい。このさ、広角の、ここの広角マジで完璧じゃないしかもこれがさ、3D のモデルとかをちょっとずついじってさ、あ、こんな感じこんな感じって作ったんじゃなくて、この生身の人間から生み出されてる造形だったんだからもう、参ったぜ。<laughs> 南なみさ、ほんとになんかこうスラーっと背が高くて手足が長いからさ、すごいもう山吹の制服のもうユニフォームもすごい似合う。う <laughs> じゃんけん勝たせてくれない <laughs>。おしたりゆうしさんが5人素晴らしい眺めだ。多分タバになっても声ちっちゃいんだろうな <laughs>。おしたりだから <laughs>。いくでめっちゃ好き <laughs>。あ、ハッピーサマーバレンタインのおしたりゆしさんだ <laughs>。あの、ジャケットの絵がさ、あの、夜のプールで、うわそんなに濡れない方がいいよってぐらいさ、びしゃびしゃのね、おしたりゆしさんのやつね <laughs>。 <laughs> じゃあ、アト部3人はやべえな。アト部3人はちょっと国が傾くなセレブすぎて。もう顔ちっせえしさ、スタイルがさ、すごいシュッとしててさ、もう多分ミニ四駆だったらめっちゃ早いよ。おびただしい人数の女性で囲っといたわ。アト部だからな。<laughs> ジローマジで顔整いすぎじゃない片目つぶってこんなに綺麗な顔することあるでもさ、日本一さ、人が行き交う駅の構内の一番でかいとことかに貼られてないとおかしいぜ、この写真。ねえ、タキ6って幸せすぎ。ポケモンの手持ちの数と同じじゃん。え、タキがさ、持っててほしいポケモンってさ、何えっとね、ロゼレードでしょ と、クレセリアでしょあと、何がいいかなと。アシュレーヌとか。アシュレーヌ。あ、れミロカロスとかもいいな。で、意外とごついポケモン持っててもさ、かっこよくな、ね、い滝が。でもやっぱなんか、ロズレードは絶対持ってて欲しい感あるな。なんかわかんないけど。ヒヨシの顔のさ、あまりのかっこよさ、美しさにさ、未だに慣れることがないんだけど、どうしよう。<laughs> 多分もう公演終わるまで、慣れないままだ多分、ずっと驚き続けてる。あの、ヒヨシがさ、あの、実家が古武術の道場やってるから、フォームが独自のフォームなんだっていうことをさ、説明するくだりが全くなくてさ、あの、カットされててさ、ただ、なんか、フォームが独特な人みたいな <laughs>。 なってんだよね、日吉がね <laughs>。あいつの実家が、古武術の道場をやってるらしいわ。日吉にとって、あのプールは自然体内や。アニメーションのスタリュースありがとうございます。そう、そこです。<laughs> 今開けた標亭の袋から出るとしたら、カかジと戦国だったんだけど、出なかったな。<laughs> まあ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 。こんだけしか買わないで全部揃えるなんてな。考えがあねえよ。うん。また買えばいいよ。やばい、同じ枚数だった富士兄弟に1枚差がついてしまった。<laughs> 残った1人のユータを誰がもらうかでめっちゃ喧嘩になる多分やばい。ふふふふふ。うふふなりたー <laughs> いたー 顔に憧れすぎる。あの、本当にこんな顔になりたいみたいな。そんな生易しいもんじゃね。えから本当にこっちの必死度合いはね。マジで羅モンの老婆マジでテンション感としたら本当にこの顔になってな。この顔になってな。<laughs> この顔になってな。この顔になってな。世界を取ろうと思う。たのじゃかっけー。ね。えさ、顔もスタイルももう。 完璧ってほどにかっこいいがゆえにさ、こう、どんなに、こう、ジャージを着せられるか、もう、真緑のジャージを着せられようがさ、あの、服の裾をまくって、微妙な竹の靴下が露出しようがさ、絶対ダサくならないの、マジです。強すぎる。大きな株のイケメン版みたいな。まだまだダサくはなりません、みたいな。<laughs> もうそんな感じじゃないマジでど。どうしたらさ、ダサくなるのならないんだね、多分ね。何を、どうしてようが。いやべ、水木さんに見れためっちゃ嬉しい。もう、美しすぎる。なんか大規模な花火大会、1回分ぐらいの美しさがある、もうこの3枚で。<laughs> なんか水木ほどさ、美しさとさ、あとなんか顔にパイとか投げ 付けられてブチギレてて欲しいみたいな気持ち同居してる。キャラクターもいねえよなえ。たかさんかっこいい。なんか親戚のおじさんになれたら、たかしくん大きくなったなとか言って。<laughs> あのさ将来さたさんの同級生の人たちはさ。なんかどんなに困ってもさ困ってもっていうか。まあなんか変な商売とかさたかさんに声かけないで欲しい。マジでたか <laughs> さんさ騙されないまでも優しいからなんか助けてあげたいなとか思っちゃうからさ。絶対声かけないで欲しい。<laughs> かっこいい。大石。マジでさ、優しいからさ、無印良品とかで、なんか店員さんに間違られて声かけられてそうだしさ。なんかそのまま違いますとか言わないで案内してあげてそう。ふシーチロ大石だって、ほんとにかわいい。このローマ字ごとマジかわいい。これチロスにしてそのまま食いて。トリオネたトリオ可愛すぎる、トリオ嬉しい。マジでこの自撮り風のブロマイドっていう特性をさ、最大限に活かしてきてるんですけど、マジでかわいい。やだ。自分の思い出の中にこの写真ないの無理なんだけど、私の卒業アルバムになんでこの写真載ってないのやだ、同級生がいい、トリオと。<laughs> お金配りたい。さ <laughs> あゆ テニスの王子様目の前の壁を超えろーなんですけど <laughs> もうマジかっこいい。本当にテニスの王子様。龍馬はテニスの王子様だよ。やだ、変わらないでほしい。ずっと、なんか時空歪めてさ、100年先もずっとやってほてしいんですけど。ももとトリオ出たから、2本全身。やったぜ。まあ、これいくら買ってもね、損することってないから。損っていうのは、あの、袋の中に不良品で、例えばなんか何も入ってなかったとか、そういう場合は損だけど、もう買ったら1枚確実にプリンスオブテニスのかっこいい写真が手に入るっていう時点で、もう損とかねえから、もう止まんねえよ。<laughs> 財布の紐が緩いとか、 あの、閉まってるとかじゃないのついてねえんだ最初から紐なんか。<laughs> ねえ、なんか変だなと思ったらさ、標点の方一枚開け忘れした。危ねえ、マジで。<laughs> お下に入たんじゃないですか